吉田さん、下克上ですよ。今日は2つちょっとお伝えしたいです。下克上のことについてね。1つはガーシーチャンネルですけども、単なるゴシップじゃないんですよね。単なる芸能人の裏話をなんか暴露してるわけではなくって、実はね、芸能人って様々な不祥事や暴力や薬物や未成年売春とかをしてるんですよね。で、それをその芸能事務所っていうのが報道の力、つまりテレビとか NHK とかを抑えて放送させてないんですよ。で、今度は放送界です。メディアっていうのは実はね、時の権力者の都合のいいことを放送して都合の悪いことを話さない、もしくは権力者を追い落とそうと思ったら放送の力で結託して悪いイメージを国民に植え付けてね、で、権力を剥奪することもできるんですよ。つまりは一時の総理大臣や与党の権力者よりも NHK の会長の方が力が強いんですよね。何を放送するかによってテレビを真に受ける人がそうなんだっていうふうな世論を作れば、選挙で誰も勝てなくなっちゃうんですよ。で、 NHK をぶっ壊すってところにつながるんですよね。立花孝志さんは NHK のやってきたそういった不祥事や裏金作り、国民から搾取してきた、そして必要な情報を国民に流さなかったこと、これをですね、許せないということで内部告発したんですよね。ところが内部告発を現役の NHK 職員の時代、ナンバー2とも言えるような時代にしたのに、全ての報道機関はそれを黙殺したんですよね。それによって立花さんは震え上がるような恐怖を感じて、日本っていつの間にこんなになっちゃったんだと思って、そっからたった一人で2チャンネルに書き込み始めたんですよね。その時に実はね、尖閣諸島で日本の海上保安庁の船にですよ、中国漁船がバンバン体当たりするような事件が起きたんですよ。で、それを撮影した海上保安庁の職員さんはね、これをテレビ局に持ち込んで、今中国が日本を攻めてきてると、やばいぞっていうふうに放送させようとしたら、これもみんな放送しなかったんですよ。で、当時の民主党政権与党に持ち込んだら、民主党もそれを黙殺したんですよね。つまりテレビや民主党っていうのは中国が日本を侵略しようとしている事実を隠したんですよね。折しもその時に逮捕された中国人を超法規的措置ということで、わけのわかんない釈放をしたのも民主党だったんですよね。で、こういっためちゃくちゃなことが起きてきて、その海上保安庁の職員さんは YouTube にアップロードした。となると報じざるを得なかったんで、それが世界のメディアに載ったわけなんですよね。で、仕方なく日本のメディアもそれを認めざるを得なかったということで、後放送だったんですよね。そういったからくりがあります。で、今 NHK 党っていうのがこんなことではいけないと、これからは情報はインターネット YouTube を中心に共有していく時代だよってことで、 NHK の報道ではなくって、もし NHK をなんとかするんだったら NHK をぶち壊してね、もうちゃんと国民にしっかりと情報を伝えようと、芸能人の不祥事も伝えようと、政治家の汚職も伝えようと、それによってこの世の中をもっともっときれいにして、正直者がバカを見ない社会にしていきましょうっていうふうに始めたのが立花孝志さんの NHK 党だったんですよね。これがだから下克上なんですよ。でも、その下克上が今回うまくいくかどうか分かりません。ただ NHK の選挙演説に三崎優太さんとか、あとは YouTuber のヒカラさんとか、その他ね、他にも名だたる有名人が、レペゼン社長さんもね、参加して、 ABEX の社長の松浦さんとかね、さまざまな方がもう正しく生きていこうっていう方が集まってですね、今ムーブメントを起こしてるんですよ。で、逆にこれがもしね、通用しなければ、この国は数年後中国になってるでしょうね。その中で先行してこの日本を売り渡した人は特権階級を得て、そしてそれを知らずにテレビの情報だけ信じてきた人はいつの間にこうなっちゃったんだというふうに驚愕するということ。で、インターネットで情報を掴んでいたものは分かっていたのに抵抗しきれなかった悔しさとともに、新しい時代を受け入れるしかないかなというふうな形で、日本中国化、香港化、
台湾化が進むのかなっていうところですよね。必ずしも不幸になるとは言いませんけども、今より不自由なのは間違いないかなというところでございます。やっぱりね、時代は変わるんですけどもね、望まないように変わりそうですね。で、今回の下克上の情報ですけども、もう一個、実はね、中国はなんて国だっていうふうにね、私たち日本人は条件反射しそうなんですけども、中国上海警察から中国人の情報10億人がハッカーによって盗まれたというね、そんな事件が今入ってきました。中国も情報を盗まれる時代ですよ。10億人も桁外れですよね。で、この10億人をデータを盗んだハッカー集団を連絡してきて、2700万円で売ると言ってるんですよ。随分安いなと思うんですけども、でもこうやってね、下手に情報を持ってる人とか下手に持ってる人っていうのはめくられる危険性があるんですよ。芸能人や政治家も立場のある人は足元を崩される可能性があるんですよ。で、現在地球上には30億人の預金口座もない、身分証明書もない、自分の名前すらないような、住民登録すらされてないような人たちも、貧しい人たちもいます。でもこういう人たちは個人情報盗まれることが逆にないんですよね。でもしかしたらこれから本当にね、下克上ってのが起きてくるんじゃないかなと思いますよね。いや、私は吉谷さんもね、アカウントを削られるぐらいだったらまだいいんですけども、そもそも YouTube や Google にログインしようと思ったら、いつの間にかログインパスワードが書き換えられていて、自分自身でログインできないようにいきなりされたらどうしますかね。そしてどっからかともなく、お前のアカウントを復活させたかったらお金を振り込め、そしたら ID とパスワードを教えてやるみたいなことをね、身代金のように言われたら、やっぱお金払っちゃいますよね、これはね。さすがに YouTube がバンならまだいいんですけども、 Google のアカウントが根っこからログインできないようになっちゃったら、さすがにね、取引先のこともあるし、今までの蓄積したデータもあるし、困っちゃいますよね。でもその下克上が起きそうなのが今なんですよね。振り返ってみると、時代の転換点っていうのはいつも下克上だったような気がします。市民革命、マリー・アントワネット、全てそうですよね。王様が奴隷になり、奴隷が王様になる時代っていうのは歴史で何度も学んできたことかもしれません。いってらっしゃい。